ボストークは1960年代前半にソ連によって地球軌道上に打ち上げられた有人宇宙船の名であり人類初の有人宇宙飛行を実現した計画である。打ち上げにはボストークロケットが用いられた。ボストークとは東を意味するロシア語の一般名詞である。ボストーク計画は1960年9月18日にベルカとストレルカの2匹の犬を はじめ様々な生物を積んで、無事帰還したスプートニク5号の成功を受け、同年9月に今年12月までに人間を宇宙へ送り込むという命令が下されたことから始まった。期間はわずかに3ヶ月で、そもそも無理があったのだが、10月には R-16 ミサイル試験機が燃料系統のミスによって地上で爆発を起こし、作業員と技術者、 研究者91人が死亡する第惨次となった。直接関係はなかったボストーク計画へも暗い影を落とした。しかし、若干の遅れが発生したものの、計画はそのまま進められた。1961年3月9日、イヴァン・イヴァーノビチと名付けられた、身長175センチメートル、体重65キログラムの成功な人形が打ち上げられ、無事帰還した。 この体の大きさは初の宇宙飛行士のものとほぼ同じであった。イヴァンは同月25日に再度打ち上げられ、こちらも無事に帰還したが、最初のイヴァンが帰還した際、付近の農夫がこの人形を気絶した人間だと思って、着付けにウォッカを飲ませようとしたところ、顔面には模型と書かれた紙が貼り付けられていたという。詳細は、 ボストーク1号を参照ボストーク1号は1961年4月12日9時7分にユーリー・ガガーリン少佐を乗せて打ち上げられた。ボストーク1号は地球を一周し10時25分に逆噴射をかけ大気圏に再突入後高度7000メートルでガガーリンは座席ごとカプセルから出されパラシュートにて降下無事帰還を果たした。打ち上げから帰還までは108分だった。 このボストーク1号の準備は極秘裏に進められた。成功後に人類初の有人宇宙飛行として公表され、世界中を驚愕させた。ガガーリンは帰還後の記者会見で、地球は青かった。という言葉を残している。ボストーク2号は1号に続いて1961年8月6日、ゲルマン・チトフを乗せて打ち上げられ、宇宙空間に25時間滞在した。チトフは滞在中。 地球や宇宙空間の撮影、無重力状態での実験などを行った。ボストーク3号と4号は1962年8月11日、及び8月12日と連続的に打ち上げられ、ランデブーのテストを行った。地球周回軌道上で、お互いに5キロメートルまで接近している。ボストーク5号と6号も、同様にランデブーのテストを行い、4キロメートルまで接近している。 また6号には女性初の宇宙飛行士となったワレンチナ・テレシコワが登場した。テレシコワは軌道上からヤーチャイカと送信し、これが日本語では私はカモメと訳されたため当時の流行語となった。以後、旧ソ連の友人宇宙飛行は二人乗りのボス砲とに受け継がれた。人類初の人工衛星であるスプートニク1号の打ち上げによって 旧ソ連との宇宙開発競争に遅れを取ってしまったアメリカ合衆国は挽回すべく有人宇宙飛行計画であるマーキュリー計画を推進したしかし有人宇宙飛行が実現したのはボストーク1号より1月遅れの1961年5月5日のことでこの日アラン・シェパードの登場する宇宙船フリーダム7は弾道飛行を行った飛行時間はわずかに 約16分間であった。ありがとうございます。